タイトルの選択について説明いたします。 SD カードを挿入すると SD カードのタイトルが選択できます。 USB メモリーも同様です。SD カードテキスト、テキスト PTR3TXT。 USB 機器テキスト PTR2 ユーザーズガイド TXT。 PTR3 の中にたくさんのデイジーや音楽が入っている場合はタイトルボタンを押して選択をします。まずタイトルキーを押します。全タイトル一覧 USB 機器タイトル選択テキスト 1PTR2 ユーザーズガイド TXT ルートフォルダーに入っています。合計1タイトルあります。4キーまたは6キーです。その後右または左キーで聞きたいタイトルを選択します。ディスク図書1プレクストークリンクポケット、内蔵メモリーテキスト1 CD の取扱いに関する注意事項、 SD カードテキスト1テキスト PTR3TXT、 USB 機器テキスト1 PTR2 ユーザーズガイド TXT ルートフォルダーに入っています。PTR3 に入っているタイトルがメディアの壁を越えて全部一列に並んで整理されているので、どのメディアに入っているかわからなくても右キーを押していけば選択ができます。たくさんのタイトルが入っていて左右のキーで探すのが手間の場合は、上キーや下キーでカテゴリーやメディアに合わせると目的のタイトルを選びやすくなります。SD カードを選んで SD カードの中のテキストを選択する例を実演します。全タイトル一覧 USB 機器タイトル選択テキスト1カテゴリ選択テキスト合計1タイメディア選択 USB 機器内蔵メモリー SD カードカテゴリ選択テキスト合計4タイトルタイトル選択テキスト PTR3TXT2 デモ用に TXT3 デモ用 3TXT。 このようにタイトルを簡単に選択することができます。